ははいどうもこんにちん森本です、えー、今回はこちら、アクティ、まあうちのチャンネルのレギュラーメンバーになっているアクティですけれども、えー、これの修理をしていきます。で、このアクティ不具合としては、この吹き出し口から風が出てこないということなんですね。ちょっとね、現象を確認していきます。えー、キーオンにしたので、風を出してみますね。 はいこんな感じでダイヤルを触っても風が全く出てきませんでブロアモーター回っている様子がないのでブロアモーターがおかしいのかそれともブロアモーターに来ている電源がおかしいのかちょっとですねこれを切り分けて原因を探っていきますでブロアモーターの位置なんですけれどもアクティの場合は運転席の足元にあります。 ちょっとですね、そのブロアモーターに電源が来ているかどうかをテスター使って調べていきますはい、えー、テスターにつないだ状態でブロアのスイッチを入れてみたんですけれども11.99ということで、まあ、12ボルト来てますよねということは ブロアモーターに行く電源はまあ正常だということですよね。でまあアースも大丈夫だということなんでこうなってくるとブロアモーター本体が非常に怪しくなってきますね。というわけで一度ブロアモーターを取り外しして単体検査これをしていこうと思いますさあそれじゃあブロアモーターを取り外ししていきます。 でさっきも言ったんですけれどもブルアモーターは運転席の足元にありますでブルアモーター3本のビスで固定されているんですけれども、まあ、とにかくですね作業スペースがめちゃくちゃ狭いです正直ですね目で見ながらビスの位置を確認するっていうのが非常に難しいので、まあ、手探りですね手で触りながらビスの位置を確認してで工具を使って取り外ししていくという必要があります で使用する工具もなるべく小さいものを選んだ方がいいと思います。えー、僕は4分の1のラチェット、あとソケットとかを使ってですね、あの取り外しを行っています。まあ、こんな感じでなるべく小さくて小回りの利く工具を使った方がいいとは思います。で、ビスの取り外しができたら、ブロアモーターを右に回します。そうするとロックが外れて取り外しができます。 でブロアモーターの取り外しはできたんですけれども引き抜く際にこの動画に出ているコントロールユニットが邪魔になりますなのでコントロールユニットの取り外しも行っていきますでこのコントロールユニットは2本のナットで固定されているだけですので取り外し自体は、まあ、全然難しくないんですけれども、まあ、何分ですね非常に作業スペースが狭いですなのでちょっとですね 外す部品は少ないんですけれども作業性はめちゃくちゃ悪いですさあコントロールユニットの取り外しができたのでブロアモーターを引き抜いていきますはいブロアモーターやっと取り外しできましたもうねアクティの足元めちゃめちゃ狭いんですよなんでもう本当にですねもう目で見えない 目視で確認することもできないしで鏡を使っても大して見れないんですよねほんと手探りで特にこういったビスとかですね取り外ししていく必要がありますでこのブロアモーターの取り外し方もう一度おさらいしておくと、えー、ビスが3本ですね123箇所であとここに、まあ、ストッパーみたいなのがついてますこのストッパーを持ち上げながら、えー、右ですね右回し 時計回りに回すと取り外しができます。あの、緩める方向じゃないんですね。左回しじゃなくて右回しですね。それで取り外しができます。で、取り外しする際は、えっ、ー、と、あれは何のコンピューターかなコンピューターが一個邪魔になってますので、それも取り外しする必要がありますね。で、もちろん、カプラですね。ブロアモーターにつながるカプラも外してからですね、取り外しを行っていきます。はい。というわけで、今からブロアモーターにバッテリーを 直接つないで、このブロアモーターが回るかどうかを確認していきます。この状態でも、ブロアモーターが回らなければ、もうこいつがダメということが確定します。じゃあ、今からやっていきますね。はい、バッテリーに直接つないでも。 ブロワーモーターこれね叩くとなんかね黒い粉がめっちゃ出てくるんですよ、これ多分モーターいかれてそうですよね、もうだめそうですよね、ちょっともう一度つなげてみましょう、うんやっぱり動かないですね、うんだめだ、これはだめですね。というわけで、このブロワーモーター交換していきましょう。はいというわけで、新品のブロワーモーター注文しました。 部品が来るまでにちょっとですねどういった状態になっているのかモーターを見ていきたいと思いますはいこんな感じでブラシはですねここかなり減ってますよねもう残量かなり少なくなってきているので、まあ、これも一因だと思いますさっき衝撃与えるとモーター動いたんですよちょっとなのでここの接触がちょっと悪いのかもしれませんね でこっち側、コンミュテーターの方はこんな感じで黒い粉がめっちゃ出てきますね。はいえー、とコンミュテーターの方、近づいて見てみるとこんな感じでブラシと当たる部分ですよね。もうこれが削れてもうかなり痩せ細ってますよね。もうこうなってくると修理不能です。ブラシを交換したところで何ともならないので、まあ、もうモーターアセンブリ交換しか 手段はないということになりますね。はいというわけで、これが、まあ、不具合を起こしているモーターの内部でした。はいえーとですね、新品のブロアモーターが到着しました。えー、今回もですね社外品で交換していきます。で値段が社外品の価格でたい1万3000円ぐらいですね。まあ、これが純正とかになってくるともうちょっと高くなってくると思います。じゃあ、このブロアモーターを取り付けしていきます。 まあ、取り付けの様子は取り外しと逆の手順していくだけですね、えー、ブロアモーターつけてでくるっと回してで3箇所ビスで留めていくという感じですはいというわけで新品のブロアモーターすでに取り付けを終えましたまあ取り外しと逆の手順をしているだけですので解説は省略させていただきますさあブロアモーターの交換が終わったのでテストをしていきます キースイッチをオンにして。で、ブロアのスイッチを入れていきますね。あ、大丈夫ですね。はい、風が出てきました。ブロアモーターも回ってますね。これでオッケーです。はい、というわけで、今回はアクティのブロアファンモーターの交換の様子を紹介させていただきました。 でまあ、ブロアファンモーターはモーターですからブラシとかが使われていてでそれが摩耗すると動かなくなるということはこれは別にアクティに限らず他の車でも、まあ、あるっちゃあるんですねなのでブロアモーターが動かない、まあ、つまりダイヤルをひねっても風が出てこない時は今回のようにブロアモーターがもう完全に、まあ、劣化している、まあ、傷んでしまっているという可能性もあります はい。というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。